内容的にはいいジャンプでしたが距離があまり出ませんでした。トライアルでは194メーター飛んでますからね。ワールドカップ過去4勝でフライングはうち3勝の岡部です。おっとバランス崩した、危ない危ない、あ岡部転倒、バランス崩しました。あちょっと意識がありません。ちょっと今動きましたが途中ちょっと気を失ったような、はあ、最後の動きを見てあれでは意識はあると思うんですが、はい、ちょっと今動きましたから、しかし非常に危険な、今横に回ってしまいましたもんね。これ技術じゃないと思うんですけどもね、おそらくこれあのさっきから最初見たように横の風に、はあ、崩しましたね今ね。ジャンプ自体どうなんでしょうか。この辺のテクニックは岡部君抜群ですからね。相当な風のですね、エアポケットかそれとも突然突風のような横風が吹かない限りはこういった転倒はならないと思うんですけどもね。ちょっと大きな怪我じゃないことを祈りたいですけども、調子が上がってきているというだけにも心配なんですけども、動いてますけど、かつてあのそういえば秋元選手もちょうど、はい、